はい。 今回もビッグモーターについてやっていきましょうか。えー、以前ですね、ビッグモーターの下請け業者いじめについてですね、えー、こちらの動画で、えー、こちらですね、ビッグモーター、下請けに圧力をかけ、社員の個人情報を要求、支払いもしない、ヤバすぎる実態が暴露されるっていうので、ね、ですね <laughs>、えー、これだけでももうちょっとやばいんですけども、以前ですね、下請けいじめについて、えー、動画で紹介をさせていただいています。通常ですね、2万円もするような手間がかかるような、社内の清掃を無料で でやらせたりですとかあと下請け業者の社員の個人情報を集めて、まあ、無料で持ってくるようにですね要求したりですとか。 それからですね、さらに、えー、それらの要求に対して対応できないと取引がなくなったりというのでですね、もうとんでもない下請けいじめについて、えー、紹介をしていましたと。えー、そうしたところですね、今回新たな下請けいじめが、えー、これ暴露されてしまいまして、えー、さすがビッグモーターと、ビッグモーターらしい下請けいじめなんですけども、えー、なんとですね、今度はですね、ビッグモーターの展示場の整備ですとか、草むしり <laughs>。 草むしりですよ。除草剤ではなくて、今度は草むしりですね。草むしりを無料でやれと。えー、これに応えられない業者はできん。<laughs> もしくはですね、ビッグモーターの敷地に入る際にですね、えー、高額な駐車場代を取るぞと、えー、請求してやるぞーいうようなですね、えー、そんな脅しをしていまして、新たな下請けいじめが暴露されましたので、紹介していきたいと。 思います、えー。自分でですね、除草剤を撒くか、もう自分で一本一本草むしってこいよと、なんでですね、関係のない人に草むしりをさせるんですかっていう話ですよ。 本当ですね何様っていうですねもう反射かとあなたたちは反射モーターですかっていうですね、うん、いい加減にしろよ、本当にっていうです、ね、いやまさかですねこれ反射らしくですね、えー、周辺の飲食店とか、えー、住民とかにですみ、ね、かじめ料とかまで取ってないといいですけどね <laughs> 小市、そこは大丈夫かな <laughs> 小市、大丈夫そう、えー、下請け法違反、えー、法律を破るのがもうデフォルトになってきているからこそですねもう何もかも疑って見てしまいますというところですね。 それではですね今回の事件について関連する記事を見ていきたいと思いますタイトルがですねちょっと内容下請けいじめとの話ではないんですけどもこのタイトルの記事の中に下請けいじめの話もあったので下請けいじめに関連する部分だけ抽出して見ていきたいと思います店舗の環境整備について新たな証言を得た ビッグモーター下請け業者下請け業者にもお願いをして展示場の整備や草むしりもお願いされたことはありますね、まあ、早速ですけども自分でやれという話ですね、えー、草むしりをやらされたと語るのはビッグモーターの社員ではなく下請け業者という暴露するのはもう社員だけではありませんと <laughs> 全方面から暴露をされてしまうというですねそんなビッグモーターになってきてますねで首都圏で車の清掃などを請け負っているという この業者は店側から何度も草むしりを手伝うよう要請され、ただ働きの時もあったと話すっていうのでですね。まぁ、あ、ちょっと立ち寄った時にですね、えー、少しだけ手を貸してもらえませんかみたいなですね。そんな話じゃないですからね、これ。もうビッグモーターに近づくと何度も草むしりをしろっていうふうにですね、言われてしまうと。 何様だという自分でやれっていう話ですよねえ草むしりぐらい自分でもできるだろうともうパワハラし放題で部下が何でも言うことを聞く環境にいるのでですねもう下請け業者に対してももうかなり偉そうになってたんでしょうねもう自分の言うことを聞くのはみんな当たり前だみたいなですねもうかなり偉そうになってたんでしょうねもうですねこれ人間性まで崩壊してしまうというですねやばすぎる組織ですよねでビッグモーター下請け業者どう頼まれた やってください。そのままですね <laughs>。あまりにもひどいと、業者も出禁になったりとか、自分たちにも降りかかってくるので、協力せざるを得ないっていうのでですね。やってくださいって言ってるわけですよね。せめて手伝っていただけないでしょうか。ちょっとだけお手伝いいただけないでしょうか。とかですね。いや、そんぐらいで、なんか下から下から行かないといけないと思うんですけども、やってくださいですからね <laughs>。やってくださいってもうなんかやることが前提になってないかっていう、ちょっと思ってしまいますけどね。 さすがビッグモーターですねで、要求はさらに本来の業務以外でも 下請け業者が所有する車について、車検をビッグモーターで行わないと、ペナルティが課せられたという、というのでですね。まあ、これはですね、別の動画でも紹介した通りですね。まあ、ここでもですね、下請け業者が言うことを聞かないと、ペナルティを与えていたと。まあ、逆にですね、ビッグモーターの社員に対してですね、これまでの法律違反に対するペナルティをですね、さっさと与えてほしいですけどね、ペナルティ受けるのお前らだろっていう話ですよね。で、ビッグモーター社員による発信内容を見ると、 前回車検を受けたところや次回車検ビッグ検討有無などの記載があり上記全員返答お願いしますと書かれていたビッグモーター下請け業者車検を出さない人に関してはその車両でビッグモーターの敷地に入らせないって言った1日5000円の駐車料金を取る高圧的にやられてトラウマを植え付けられると どうしても、それがフラッシュバックして何も言えない、ビッグモーターのイメージはパワハラを育てる会社だと思っている <laughs>。下請け業者にすごいこと言われてますね、これ。ビッグモーターはパワハラを育てる会社だ <laughs> パワハラ製造会社ですからね <laughs>。 パワハラの教育に関してはもうピカイチですからね。はい。もうこれですね、社員の方、えー、社員の現場の方々がですね、フラッシュバックしても精神的に耐えられないよ、つってですね。まあビッグモーターを辞めていくならまだしもですね、これ下請け業者もですね、フラッシュバックでやべえよ、つってですね。<laughs> やべえ、今日もビッグモーター行かないといけないフラッシュバックでちょっと、また下請けいじめされるよ、っつってですね。<laughs> もう、下請け業者もですね、ビッグモーターの敷地に入るのが、怖いわけですよね。恐ろしいわけですよね。いやー、もうほんとひどい奴らですよね。で、さらにですね、この5000円の駐車料金を取られてですね <laughs>。 業者がですよ普通オフィスに訪ねてきてですねはい駐車料金5000円いただきますつってですね聞いたことないですよねそんな業者とじゃあもう取引しないわつって <laughs> そこに駐車場あるんだから止めさせろよって話じゃないですか本当アホすぎですよねもう何様なんでしょうかねこの人たちはもう他人の車はビッグモーターのものだからこそですね車は壊し放題でその車をですね悪用してお金稼ぎ放題っていうですね で、さらにですね、他人の個人情報もビッグモーターのもの、えー、他社の社員もビッグモーターのものっていうですね、うん、無償でビッグモーターのために働かせますっていうですね、本当頭大丈夫かというふうにですね、思ってしまいますよね。どうやったらこんな考えになるのか、もう本当教えてほしいですよ。いい加減ですね、このあたりのおかしな理論ですね、もう普通の一般人には理解できないこのおかしな理論、どうしてこの理論が成立するのか、もうぜひ教えていただきたいですけどね。えー、一早く表に 出てきててきこのおかししな理論説明してよ <laughs> いやーもう不思議でならないですよねもうほんとですね毎回毎回想像できないことばっかりやらかしてきますよねいやーほんとすごいですねビッグウォーター <laughs> 日本じゃないみたいだな、えー、それではですね今回の事件についてネット上の声も見ていきたいと思いますまずはですねこちらのコメントです 戦車屋やってた友達が安い上に細かくて面倒だって言ってたなーっていう。<laughs> ろくに金も払わないくせにですね、細かくうるせえんだよーっていうような話ですよね <laughs>。いや、高いお金をですね、きちんと払って、 細かいことを言うのなら、まだし、ま、だしもですね。この人たちお金も払わないくせにですね、細かいことをぐだ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 言うわけですよね。本当にですね、もう自分勝手にするのいい加減にしろっちゅう話ですよね。えー、こちらですね、いいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。どんどんやり返されるビッグモーターっていうのでですね、どんどんやり返されるどんどんやり返せー <laughs> もう、社員もですね、下請け業者もですね、もう、どん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 ビッグモーターにやり返していただきたいですよね。もう、たくさんの恨みがビッグモーターにあると思うので、もう、こんなですね、理不尽なことばっかりやってるわけなので、もう、言いたいこといっぱいあると思うんですよね、皆さん。もう、どん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 吐いていただきたいですよね。はい。こちらですね、いいねしておきたいと思います。続いてはですね、こちらのコメントです。主犯格の金重光一氏をはじめとする、通称ロイヤルファミリーを法的に罰しない限り、 ビッグモーターが計画倒産でうまく倒産したとしても同じような犯罪行為を行う会社を作られて終わりだと思う。 多分主犯格のロイヤルファミリーの認識としては、バレたら会社潰して逃げればいいや、くらいの認識しかないっていうのでですね。まあそうですよね。なんか新しい会社作るみたいな <laughs>。そんな噂もありましたけども、で、まさにですね、このロイヤルファミリーがそっちに移るんじゃないか、みたいなですね。そんな話がありましたけども、いや、もう一つの会社でですね、犯罪して目つけられたらですね、別の会社でやればいいや、みたいなですね。いや、そういうのは本当にやめてほしいですよね。うん、他の会社に移ってからといってですね、 もう逃がさんぞと <laughs>、犯罪してたという、その歴史はもう消さないぞという、ですねもうみんなの記憶にすごい残ってしまってますからね、で銀行の方もですね会社名を変えたからといって、ですね気軽にですね融資したりとか、そういうことするのだけはですね本当にやめてほしいですよね、このロイヤルファミリーの3人だけはですねもうブラックリストにきちんと入れていただいて、ですねもう今後の融資とか一切できないようにしていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。ブラックリスト入りお願いしますと こういうところですね、えー、こちらですねいいねしておきたいと思いますはい。えー、皆さんですね今回まさかのビッグモーターまた新たなですね下請けいじめというのがですね、えー、出てきまして、えー、下請け業者さんにですね無料で草むしりをさせるというですね。いや普通の会社の新人社員にもそんなことさせないんじゃないかなっていう <laughs> もう本当いじめ、いじめですよね、これこそ。もういじめでですね、もう非常識すぎるこういう行いをやってきているわけですけども、皆さんですね、このようなビッグモーターについてですね、どのようなご意見をお持ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると。 嬉しいです。えー、それからですね、こちら、えー、概要欄にツイッターのアカウントも記載しておきます。えー、動画にできないようなですね、ちょっとした小ネタなんかもですね、ビッグモーターに関する小ネタなんかですね、ツイッターにもつぶやいておりますので、えー、こちら、ぜひよろしければですね、ツイッターの方にも飛んでいただいて、えー、ツイッターのフォローの方もお願いします。えー、それからですね、YouTube の方も今後も面白い、えー、興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。はい。 今回の動画はここまでになります。それではまた。次の動画で。